後中日ロドリゲス、中日との契約を8死亡命令。ええ、いかんでしょ。は？ああ、うせやろ。8回が突然いなくなる。は？ライマルしか情報なかったの、それが理由かよ。嘘つけ、中日ファンが心配ないって言ってたぞ。やりおったなこいつ。マジアン・マルティネスいいやつやな。キューバの選手はやっぱ亡命リスクがあるよな。中日の公式チャンネルでライマル映ってたのに、ジャリエルがいない時点で嫌な予感はしてた。契約ってそんな簡単に破棄できるんか。 WBC キューバ人はこれが目的なんか。なんか怪しいと思ったらガチで亡命かよ。くさ、シーズンが始まる前に最後に追い込みをかける中日はストーブリーグ王者の貫禄だよな。亡命の噂立ってたアリエルは札幌におるのにな。アルバレスの支配下早まりそうやな。白目、一体中日が何したっていうんや。野球の神様って残酷すぎひん。中日のオフの締めくくりがどでかいのが来て大草原不可避。オフの王者定期、これが戦う顔か。